入間市は埼玉県の南西部に位置する市。人口は約14万7千人。狭山市に次ぐ県内13位。狭山茶の主産地として知られている。市の南部には狭山川丘漁の豊かな自然が広がる。奈良時代には、前内でよう、平安時代には、津駅鎌マ郡である東金子鎌カ郡が創業していた。そのうち、八幡前鎌マ郡や、 新久守鎌跡群は埼玉県南部の集落に水域を広く供給するのみならず武蔵国分寺の東西圏の瓦などを生産していた。市内の中核を成していた大木町や商店街はかつて日光脇王館八王子通り大山道の宿場町として栄えた名残である。古代の律令制志向による国軍里政以来の群名入間群に由来する。 1966年11月1日の市政志向にあたって、氏名を一般公募し、応募者数2332人、応募指名297点の中から3位のイルマが選ばれた。ちなみに1位は東豊岡市、2位は武蔵市であった。選出理由については、とされる。狭山市、イルマ市合併協議会を設置し、狭山市との合併を検討していた。 合併期日は2006年1月1日とし、合併方式は新設合併、新氏名は鞘山市、新市長者は現鞘山市役所とすることとした。しかし、氏名も、市長者も鞘山市側にするというところまで譲歩したにも、かかわらず、ホンダ研権鞘山工場等からの収入が薄められるといった観点での鞘山市民の反対意見が多いということが、入間側にも伝わり、 最初は積極的な意見が主流であったが徐々に入間市民に反感が生まれ2005年1月30日に集計された市民へのアンケートで合併反対が多数となるに至ったまたや山市でも入間市と合併することで市民税率が上昇する可能性を嫌い住民投票で合併反対が多数となったため合併協議会は同年2月3日に解散された 入間市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。郵便番号郵便局市外局番等50個以上のものを記載。財政状態は良好であり、2005から2009年度は地方交付税交付金不交付団体だった。2019年時点において警察署を持たない自治体としては国内で人口が最も多い。 市政施行以来、工場誘致を積極的に行い、県内有数の工業都市となっている。1966年には、武蔵工業団地を造成。さらに1993年には、同工業団地に隣接する狭山台地区に、狭山台工業団地造成事業を開始、1997年から同地にも工場誘致を行っている。機械などの工場のほか。 大消費地である東京への立地の近さを生かした食品製造工場も多い。安川電気入間事業所、ソリューションセンターほさや山茶が特産物であり、現在もや山茶の主産地である。名産品としてはや山茶のほか繊維、織物、里芋、うど、椎茸がある。かつては乳牛や鶏を中心に、畜産業も盛んだったが、ベッドタウン化と、 工業都市化の進行により衰退の位置図をたどっている。商業圏では、国道16号に三井アウトレットパークイルマ、コストコホールセール、イルマ倉庫店が、安川通りに4スタイルイルマが存在する。かつて通っていた、鉄道鉄道路線が、北側の市境付近に沿って走っているため、南側の住民は主にバスや車で駅へ向かう。ほとんどのバスは、イルマ市駅から発着している。 かつて通っていたバスタクシーの営業区域は県南西部交通圏で川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。周辺の自治体に比べて都市計画道路の整備が進んでいる。国道16号の拡幅工事が入間市駅北口区画整理事業との兼ね合いで遅れていたが2017年3月に工事が完了し、 2車線だった区間が4車線化した。太字は、元気な入馬、生き生き厚労省受賞者、学校給食制度を実施している。学校給食センターか、学校併設の調理場にて調理されたものを、供されている。また、さやま茶を使った、さやま茶揚げパン、お茶蒸しパン、お茶団子ポンチなどが給食として出されることがある。ありがとうございます。